オボアルブミンダイマー、ギャラスギャラス、オボアルブミンは、卵白を構成する主要なタンパク質で、全タンパク質の60から65%を占める。配列と三次元構造は、セルピンスーパーファミリーと相当であるが、セリンプロテアーゼ素外活性は持たない。オボアルブミンの機能は未知であるが、貯蔵タンパク質として機能していると推定されている。オボアルブミンは、以下のような、 様々な研究領域で重要なタンパク質である。鶏のオボアルブミンは385アミノ酸からなり、ポリペプチド差の分子量は42,699である。エヌマッタンアセチル化やリン酸化、グリコシル化等の就職を受けている。このタンパク質は分泌されるが、そのシグナルペプチドは切り離されない。さらにシグナルペプチドは、他の多くの分泌タンパク質のように、 N 末端に付加されているのではなく、21番残機から47番残機までの配列内に存在する。鉄等の重金属による中毒が疑われる場合、オボアルブミンが投与されることがある。オボアルブミンは重金属をキレートし、金属イオンをタンパク質のスルフィジル結合の中に取り込む。キレート化により、重金属は消化管に吸収されなくなり、 中毒を防止できる。オボアルグミンは卵アレルギーの原因物質の一つとされている。感染症とアレルギーの関係が研究されている。ありがとうございます。